今日めちゃくちゃ寒いです。4度ですよ。お、冷凍庫ですね。寒っ。さて、定番朝ごはんです。いただきます。さて、今日はあの酸味の強いインドネシアの豆です。うん、うまい。やっぱ酸味強いと元気が出ますね。で、コーヒーのお供はこいつ。柏屋のフクドラ。今回は粒あん味です。粒あん味というか、あの粒あんが入ってるどら焼きというか、どら焼きであれば粒あん入ってますよね普通。だからノーマルっていうことですかね。安定のどら焼きっていう感じの味ですけど、甘さ控えめで素材の味が味わえて美味しいです。コーヒー飲んだ後に完全に昼寝してました。気持ちよかった。お昼ご飯です。ボンゴレビアンコ。いや、寝てただけなのにめちゃくちゃお腹すきました。なんかかれこれ2時間半ぐらい昼寝してましたね。昼寝というか朝寝。外に出てきたんですけど、今の気温は10度です。昨日よりは暖かいですけど、ね、寒いことには変わりないです。フライドチキン丼です。めちゃくちゃうまそう。これやばいですね。エチオピアの豆ですね。ほんとここのコーヒー美味しいですね。コーヒーの友はこいつです。レモ、これあの福島にある、柏屋というお菓子屋のお菓子です。まあなんて言うんでしょうね、手のひらサイズくらいのチーズケーキですね。これがめちゃくちゃ美味しくて、家族もめちゃくちゃ好きなので、たまに買ってきてくれるんですよね。これめちゃくちゃ美味しいです。ぜひあの福島に行った際は食べてみてください。すごい美味しいです。チーズタルトレモン。そうそう。ただのチーズケーキじゃなくて、こう、周りとか下の部分がタルトになってるんですよね。で、真ん中がチーズケーキっていう感じで、このタルトとチーズケーキの相性がすごい抜群なんですよ。で、よくあるこう、カットしたケーキとかじゃなくて、こう、一回分の大きさになってるっていうのがまたいいんですよね、なんか。これ気になって買ってきてみたんですけど、漆黒のチーズケーキ。これ、アイスなんですけど、本当に黒いらしいんですよ。このくらい黒いって書いてありますけど、
もうあの映像ではパッケージの背景の黒と同化してますが、ここにアイスのイラストが書いてあって本当に真っ黒なんですよ。でもチーズケーキらしいです。ちょっと気になったんで買ってきてみました。なんかすごい変形してるんですけど、これ多分パッケージではちゃんと真四角だったんですが、自分の保存方法が悪かったのかめちゃくちゃぐちゃぐちゃになってます。黒いチーズケーキ、どういう味なのかちょっと食べてみます。あ、すごいチーズケーキの味しますね。これね、見た目ではただのアイスで、中にも特に何も入ってないただの黒いアイスなんですが、めちゃくちゃチーズケーキの味するんですよ。おいしいな。すごいですね。本当にチーズケーキの味がする。なんか想像の10倍くらいあのチーズケーキの味がするんですけれども、見た目は真っ黒っていう、なんか面白いですね。そもそもチーズケーキ味のアイスっていうのを初めて食べましたけど、かなり濃厚な味で美味しいです。